韓国と日本の電車に乗って、その違いに驚いたというイタリア人女性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、どうせ日本の電車も同じ。韓国の電車に懲りたイタリア人女性が日本の電車に乗った結果の話題です。海外。日本は別の惑星のようだ。海外から絶賛される日本の鉄道。日本の電車は基本的に時刻表通りに運行しますが、その正確さに驚く外国人さんが多いようです。また、乗り降りの様子があまりにも母国と違いすぎてびっくりしたという方も少なくありません。今回ご紹介するのは、そんな日本の電車に乗って驚いたというイタリア人女性によるエピソードです。彼女は韓国で電車に乗った時の経験から、日本の電車も同じだろうと考えていたようです。一体どんな違いに驚いたのでしょうか？早速ご紹介していきます。仕事から韓国のファッションに興味があって韓国に行ったことがある。メイクグッズや洋服の種類が多くて、しかも安いから、現地ではどんな様子なのか実際に見てみたくなったの。同じファッション関係の仕事をしている女性と二人で行ったんだけど、私たちは韓国語が全然わからない。それで何とか仕事でイタリアに来たことのある韓国人の男性に案内を頼むことにしたの。現地で案内の人を探すと、その人が勧めるお店にしか連れて行ってもらえないらしいわ。買い物したとしてもやけに高くて、支払った分の数パーセントを案内した人が受け取る仕組みになっているとか、好きなお店に行けないなら意味がない。連絡をすると、その男性は心よく引き受けてくれた。韓国では主に電車を利用して移動したの。時間帯によって混み具合が違ったわ。電車が特に混雑していた時、私たちはとんでもない経験をした。電車が来るのを待っていたの、普通に並んで。そこに電車が来た。ドアが開いて乗ろうとしたの。その時よ、後ろにいた人が私たちにぶつかってきたの。開いたドアに向かって人が殺到したのよ。車内にはまだ降りようとしている人もいたわ。それなのに乗ろうとする人は降りようとする人を押し返してまで電車に乗ろうとしていた。え、韓国の電車ってこれが普通なの？イタリアでは綺麗に整列はしないけど、降りる人は優先するわ。並んでいる意味がないんだけど。中には降りようとしている人の腕を引っ張って乗り込もうとしている女性までいたわ。なんだか怖いんだけど大丈夫かしら。でも電車に乗らないと移動できない。私たちは押されながらもなんとか電車に乗り込んだ。そしてみんなが我先にと電車に乗り込んだ理由がなんとなくわかった。座りたいのよ。とにかく早く乗り込んでシートを確保したかったんだわ。だからって並んでいる人を押すのはどうかと思うけど。車内は結構混雑していたの。電車が揺れた時、近くにいた人が私の腕に捕まってきてぎょっとしたわ。急に腕に触られてびっくりしたのに、その女性は何も言わなかった。降りる駅が近づいた時、どうやってドアまで行こうか悩んでしまったわ。同僚は少し離れた場所にいたけど、目が合った時同じようなことを考えているのが分かった。電車が止まり降りようとしたら、周りの人も何人か降りる駅だったみたいで助かったわ。降りる人たちにくっついて何とか降りたの。後から合流した韓国人の男性は、夕方は混んでいるから押されたりすることもあると言っていた。また別の日のこと。最初に乗った時よりも電車は空いていたの。と言ってもすぐに混み始めたわ。空いている時に見て気がついたんだけど、ピンク色のシートがあったの。あれは妊娠している女性のためのシートだそうよ。だけど制服を着た若い女の子とか、悪いけどどう見ても妊婦さんには見えない年齢の女性が堂々と座っていたわ。車内で物を売りつけている人も何回か見た。もちろん混んでいる時じゃなくて、車内を歩けるスペースがある時だけど、曲を流しながら CD を売る人、日用雑貨みたいなものをいろいろ売り歩く人、扇子を売っている人もいたわ。
食べ物らしきものを売っている人も見た。これも後から知ったんだけど、あれは違法みたい。乗客の中には商品を買う人もいたわよ。それに車内は通話している人の声がすごかった。ゲームをやっている人もいるし、何かの動画を見ている人も。音量がすごくて思わず振り返っちゃったわ。動画か何かを見ている人の隣に座っている人が横から覗き込むようにして一緒に見ているの。これには笑いそうになった。混雑しているのに無理やり移動する人もいるの。身動きが取れないくらい混み合っているのに。手で人をかき分けるようにして自分の行きたいところへ向かっていた。なんだかとても嫌な気分だったわ。こんな光景も見た。私たちが並んで座っていた時のこと。向かい側のシートが一つ空いたの。そこに左右から女性が二人同時にやってきたのよ。比較的若い方の女性がさっと座ったら、もう一人のちょっと年配の女性、どうしたと思う？舌打ちしたのよ。周りに聞こえるくらいの音で。これは私たちとは関係なかったからまだいいかもしれない。最悪だったのは、私たちが座っているところに一人の女性がやってきた時のこと。その年配の女性は私たちに向かって韓国語で何かを言った。私たちは何を言われているのかわからず、そのまま座っていたの。するとその女性は今度はジェスチャーで私たちに何かを伝えようとした。手の動かし方からすると、もしかして立てって言ってる？私たちは顔を見合わせ、理由がわからないまま席を立ったのよ。次の瞬間、その女性は大声で誰かに何かを言っている。すると声をかけられたと思われる女性がやってきて、私たちが座っていたシートに勢いよく腰掛けたの。当然ジェスチャーしていた女性と二人で。信じられるかしら？これは本当にあったことなのよ。座っている私たちを立たせてまで、その人たちは座りたかったのよ。ありえない。電車を降りた私たちはなんだかぐったりして、とても嫌な気持ちでいたわ。あと数日っていう時だったけど、一日でも早く帰国したかった。韓国人の男性にその話をすると、残りの2日間はできるだけ同行しましょうって言ってくれたの。降りる駅で待ち合わせじゃなくて、私たちが乗る駅まで来てくれることになった。そして私たち3人で電車を待っていた時、私たちの後ろに高校生っぽい子が3人並んだの。大声で何か言っている。同行してくれた男性に聞くと通訳してくれたわ。電車来たらこの人たちをしのけて乗るぞ、とか言っているらしい。電車が来てドアが開くと、その子たちは私たちを本当に押しのけて電車に乗り込んだ。すかさずシートを確保して、大声で笑い合って何か話している。もう最悪。イタリアに帰国して職場でその話をするとみんな驚いていたわ。それから半年くらい経った頃、日本に行くことになったの。日本でも移動するときには電車を使うはず。だけど、どうせ日本の電車も同じ。行く前から憂鬱だったわ。日本の満員電車の混雑ぶりは半端じゃないって言うし。仕方ないわ、仕事で行くんだし。そう思っていたけど、日本は韓国とは違っていた。駅で見たのはものすごい数の人。韓国の時よりずっと多かった。人の数は多いけど、みんなちゃんと並んでいたわ。私も列の最後に並んだの。足元を見ると何かサインがあった。どうやらそのサインがあるところが待つ人の立ち位置のようだった。電車が来た。後ろから押されるかも、と思ったけど、そんな心配はいらなかったの。ドアが開くと、まず降りる人が順番にホームに降りてきた。その段階で誰も乗り込む人はいない。待っている人は左右に分かれて、降りる人がみんな降りるのを待っている。それだけじゃない。車内のドア付近にいた人も、一旦ホームに降りて、降りる人がスムーズに外に出られるようにしていたわ。すごい。誰も指示していないわよね。降りる人が降り切ったところで、待っていた人たちが順番に乗り込むの。誰も他の人を押したりしない。シートめがけて急ぐ人もいない。なんなのこれ、全然違うじゃないの。しかも車内は静か。ものすごく混雑しているのに静かなの。何回か日本の電車に乗ったけど、毎回同じような感じだったわ。
それに混んでいる時は自分の荷物を前に抱えるようにしている人が多い。リュックを背中に背負っている人がいないの。前にかけているのよ。そうやっていれば確かに背中側の人にリュックがぶつからない。日本の電車にはそんなルールがあるのって思ったけど、そうではなかった。仕事先の日本人に聞いてみると、通話禁止というルールはあるようだ。だけど会話している人もいなかったような気がする。私がそう言うと、会話くらいはしますよ。大声ではないですけどね、と教えてくれた。そうなの？あんなに混雑しているのに静かだから驚いたわ。混んでいる時はドアの近くまでどうやって行こうか不安だった。でも日本の電車では降りようとすると周りの人がそれとなく避けてくれるの。私はとっさにありがとうと言っていた、日本語で。満員電車に乗ったけど、韓国の時のような嫌な気持ちになんてならなかったわ。また別の時には電車が揺れて横にいた女性が私にぶつかったことがあった。私は思わず、また無言でいるのかしらって思ったけど、そうではなかったの。すみません、あ、ソーリーって言われたのよ。私が日本人じゃないことに気づいて、わざわざ英語で謝ってきたのよ。混雑していない時も何かを売って歩き回る人はいなかったわ。韓国で電車に乗った時とは大違い。イタリアと違って時刻表通りに運行するところも素晴らしい。いつかまた日本に行くことがあっても迷わず電車で移動するつもりよ。以上がエピソードの概要です。そんな日本の電車の素晴らしさは SNS や YouTube などにも数多く紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。私の国では電車での携帯電話の通話は周りに遠慮気味にではあるけれど OK なの。でも日本では車内に携帯使用 NG のポスターが至るところに貼ってあって、厳しいルールだなと思ったわ。でもみんながちゃんと守っているところが日本人らしいよね。大抵どの駅にも改札付近に駅員さんがいるので、乗る前にわからないことがあれば聞けるし、とても親切。旅行者には助かると思うわ。日本は毎日のように地震があるにもかかわらず、鉄道は時間に正確で信頼性が高い。本当に別の惑星のようだ。日本人のマナーの良さは異常レベル。本当に驚くよ。他の国に行ったらすぐに気づくはずさ。時間通りに運行ってすごいことだ。でも日本人の多くはこの凄さを気づいていないのさ。このこともすごい。ああ、日本が本気で恋しい。大声で話す人も、携帯電話を使う人も、音楽を大音量で聞いている人もいない。静かで平和な雰囲気の中で、綺麗な日本の景色を眺めていられるの。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したイタリア人女性は、韓国と日本の電車に乗ってみてあまりの違いに驚いたようです。海外の多くの人が驚く日本の電車。その素晴らしさは電車側のサービスや技術はもちろんですが、乗る側のマナーの良さも合わせて素晴らしいもののようですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本っていいね。